さん前の日のアメリカ株は弱かったものの日経平均、意外にも強い場面ありましたねねそうです、ねま、ず毎日毎日、よくもまあ、ね、あの日経平均、なんでこんな上がってるのという場面があったり、はいえー、なんでこんな下がってるのという場面があったりというのを、えーえー、今週よく発生してましたけど、ねまあ今日はどっちかというとあの午前中の上がったところなんかはね、えーえー、なんでこんなに強いのという印象があったんじゃないですかね、えー。昨日のアメリカ市場 まあこれは想定されてた通りですけど、南朝まあセールスフォース決算後に大幅安とかっていうものもナスダックには響いてると見られてますけど、まあ、アメリカの長期金利はね、昨日は下がってくれていると、はい、るとは5番スタートしまして、全引け時点は今日の安値県だったんですが、また高値県まで戻してますね。 ジャンプアップして、ええ、まあ昼休み先物こうってなんかどん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 ん現物が開くまでに先物が上がっていってねこうスタートしてるんですけど踏みみ上げみたいになってるんですかね今日の朝からそうですけど、はい、アメリカ株とか難聴だった割になんか今日強めでね、はい、まあ昨日先に下がってた分が、まあ、アメリカ株と見合った時に下げすぎてるねっていうことを修正してるんですかね。はい、あの 昨日一おとといとものすごいこうナーバスになってて金利ナーバスになっていてでその日本の長期金利きょうはまあ今1.06%なんですけど前日比ではちょっと金利上昇ではあるんですけどきのうが1.1%つけてとこから落ちて1.055%で終わったと結構、金利が低下してくれたやっと低下したっていうことその事実がなんか株のリバーサルのなんかトリガーになってるような面っていうのは。 しっかりあるようには見えましたよね。はいうん、あとまあそのグロース株にまあ中古型のグロース株にちょっとこう良くなってる感じがあるのも金利の上昇一服っていうのが影響してるかもしれないですね。アメリカの長期金利も昨日は上昇一服だったんでね。はい、まあ最近たまたまなのかちょっと最近市場にそういう性質があるのかわかんないですけど、はい、日米あとまあヨーロッパもその。うん 各国の金利が共鳴し合ってる感じしますよね。なんか日本の金利が上がると向こうも上がり、はいうん、向こうがこっちが下がると向こうも下がって、今日は下がったんで株にプラスっていうところなんですかね。えー、いやそれにしても今日の日経平均全場振り返ってみますと、うん、あ10時がねピークでしたがこの時間またつけてきています。そう行ったり来たりですけど。うん、のあの <laughs> 十時がピークで下がりましたねっていう放送をしようとして、<laughs> まあまた上がっていえば良きことなんじゃないですか。うん、この十時に向けてってところでね、十時に向けて一回ピークアウトするときに今日ってまあ十時十分にその金利に関するイベントっていうかその日銀の国債買い入れのオペがあって、結果的に前回と同額のオファーだったんですけど、はい、あの。 減額があると日銀のその何んですか量的緩和の正常化の思惑みたいなのが解釈になって金利上昇要因になって株に売り要因っていうふうにまあ解釈されてきたんですけど今日は据え置きだろうって見られててで事前にそういう減額観測の交代っていうのが起きてて据え置きだったら株上がるんじゃないかにかけに行ってんかイベントドリブみたいになってこうさつけに上がりに行ってで結果が据え置きで。 強気だったんだけど、金利が動かなかったんですよ。うんはい、だから、それで、その。なんか、出尽くし、今度は先物、うん、なんか、こう。買い向かって、イベント通貨で売ったみたいな動きはあったんですけど。うんはい、まあ、ね、まあ、また上がった。はい、上がったんですけどね。<laughs> ちょっとええー、有り幅広げて,きてますが。で、あの。金利敏感セクターの筆頭って、三菱 F. J.。はい、銀行とか、結構強いですよね、規模もね、うん、全然、その。 10時のところも落ちなかかったから、ねうん、NQL の記事によりますと今日の午後5時に6月の国際会議の運営方針なんかを日銀が公表する予定らしきことが書いてありましてね、まあ、そのイベントドリブンとしてその国際購入のサイズとか、まあ、その頻度とか、まあ、そういうものがこう縮小するんじゃないかみたいな思惑はプラスに働くセクターではあるんですけど、まあ、来週から6月相場に入りますけど、まあ、日銀会合6月14日でしたっけ結果ね。 長期金利をチェックしながらそれと株をみんな株の人たちで金利どうやって見ていいかよく分かってないんですけどでもまあそこをあの材料にしながらえ取引時間中、思惑がこう価格に反映されにいくというのは出てくるききそうなねところりますよね,すねまたね字幕にもありますが今日は大引けで MSCI のねえ入れ替えがありますねでもこれもね今日の,あの弱気材料にカウントされてたはずなんですけど、はい、MSCI のリバランスがありますとで新規採用除外ウェイト変更、えー、全部やると日本株から 1,600、えーまあ、億から2,000億くらいの資金流出要因、うん、まあこれはその MSCI オールカントリーのパッシブファンドがどれぐらいあるかの前提によって金額は変わるんで、まあ、2,000億円弱って感じでいいと思うんですけどそれが大引けで受給要因として発生するんで、まあ、株にはネガティブっていうふうにまあ見られてきたと見られてきた中であの個別銘柄採用除外の銘柄見えるとちょっと手前できれいにそういう動きをしてきたところがあって。うん 新規採用が1銘柄だけ、はい、そのアシックスがあの10日の日に決算発表の時に19強くて4分割発表しててでジャンプしたんですよね、はい、でそこからまあ今日ここまで特にそのグロース系の銘柄ってこの直近金利上昇のところで弱かった中でアシックス 高値と取りながら待ってたんで、はい、まあちょっとその手前で新規採用の買いを見越したプレポジションの影響があった可能性はまあ,あるんで引けは買われる銘柄なんだけども綺麗にまにそれで上がるのかそれとも手前買ってたその短期のねプレポジションを取ってる人がぶつけに行く力が強くてこう逆に行くのかこれに注目ですかねあとはその除外の方は15銘柄あるんですが除外の方が昨日、安値を取ってるって銘柄を多かったんです。あのー ゼネコンの清水建設とか、はい、あとこの小田急東武鉄道、うんえー、机にとか、まあ、シャープとかね、はいでまあ、小田急でこんな感じ、うん、ゴリゴリ売られて今日を迎え、まあ、今日はちょっとその下げ止まってる感じはありますけど、はいえー、時給のこの売りイベントを通過することでこういったちょっと安値にいた銘柄でこれに関連するイイベントに関連する銘柄が悪抜け感を作るかどうかっていうのもまあなんか注目ですよね。うん で今の時点の売買代金、2>, はい、2兆円で全部少なかったんですが、大引けで、ね、3兆ぐらいドかンとついて、全部で1日7兆でしたと、はい、いうことはまあ起きうるんですけど、うん、にしても日経いがってます、ねはい、300円を超える上昇となってきています。 この時間の日経平均株価400円を超える上昇で、五番の高値圏。えー、二時過ぎに今日ここまでの高値をつけるなど、強含む展開となっています。小室さん、週末の五番、ちょっと想定外の強さになりました、ね。いや、そうですね。まあ、想定外だから、強くなっていくもんですよね。はい、あ,あの、適度にそのショートつつ入ってくるから、それをこう巻き込みながらね。でも、誰かがこう持ち上げている。はい、その、それを持ち上げるだけの。まあ、買い戻しなのか、新規の買いなのか、新規の買いじゃなさそうですよね。はい、あの。 ちょっと時間外のマーケットも別にその他の国の株がどうとかっていうそのアメリカの株が強そうとかそういうこともないですよね。ねただまあ今日日本ってことで言うとやっぱり受給イベントあって新規採用除外ウェイト変更全部やったら MHCI のねあの全部やったら日本株で1,600億から2,000億の資金流出要因になるとされるまあ売りの受給イベントがあってでその懸念っていうのがまあ例えばその株っていうものの特性って。 期待で買って事実で売るとか言うじゃないですか理想で買ってとか言うじゃないですか現実で売るとか、はい、逆で言うとやっぱこうそういう売りイベントの,その不安で売って事実で買い戻すっていうまあその動きが大引けを待たずにこう進んでるような感じはありますよね m s,、はい、<S c i のリバランスのが重荷になっててそれが手前でちょっとほぐれてるみたいな、はい、ちなみにまあその売買代金は大引けすごいですよあのちょっと今週月曜日かなこういうちょっと紹介しましたけど 去年,の去年のこの日、中、うん、日7兆近い売買代金、うんで、その51%がラスト1分でぶわっってなってこれができましたっていうので言うと、うん、今日もあもやっぱり大引け終わったら、売買代金こんなにあるのっていうのが見れそうですよね。うん、すごいですよね、最後ラスト1分でこんな注文が流れてきてね、はい、あのシステム障害も起きることなくね、いけるんだっていうね、東証、うん、すごいじゃないですかね。今、うん、今回、まあ、ちょっと今日 m s c i に絡めてみると2つお話し、m s c i に絡めたリートの話とあと自社株やの話を見ておきますから、ね、m s c i の通貨で悪抜けという意味でこのリートリートが5月すごい弱かったんですよ、えー、ひどかったであの年度末にかけてねあのリートってすごいこれも上からぶーっと下がってて、うん、それがあの,その手前ぐらいがちょっと上がったんですよね。はい、で それが、そん、なんか、その、損だし売りが終わって上がったんですよ。で、それが抜けて、また、この五月の1日。ぶおーって下がったと。うん、もちろん、日本の長期金利の上昇がネガティブと見られる投資対象ではあるんですよ。<っ>ただ、うん、リートっていうのは、まあ、その、各社が。 長期固定の有利子負債比率を80%から90%の水準をそれぞれ各社が保っているんであのそういう意味ではあの短期的に金利が上がるってこと自体が業績に与える影響っていうのはほぼないっていうそういうところも知られてるんですよ。知られてるけど下がってた、うん、ってなった時に今日の MSC のリバランスの影響っていうのは、はい、あの考えられてあの今回新規採用は a、はい、で除外が15銘柄ある、うん、除外15銘柄のうちの3銘柄が そのリートなんですよね、はい、その日本株の存在感が今低下してますよとかって言われるその日本株減ってますよと言うんですけどリート3つあの略称で言うと GLP 都市ファンド KDX 動産っていうまあ名称のリートが MCI にそのオールカントリーの指数に入っててリートパフォーマンス悪いしえまあドル建てベースであの時価総額見るとあの除外対象になっちゃってまあ消えますと。で でもこの3銘柄が別にリード全体よより弱いいわけじゃないんですよ、はい、ただあの今回のパッシブファンドがこの3つはも今持ってる状態で、うん、それをあの売却する時の売却金額っていうのはかなり大きくて、はい、あのそれぞれ、まあ、大体2億5000万ドルずつぐらい持ってるって推計されていて 2>,、はい、2億5000万ドルってことは、えー、1社あたりあとそうで三百、ね、七8 0億。 この三つ合わせても一千億円以上持っているものを除外するから売らないといけないと。うんはい、ってことはその三つだけの銘柄のこの除外っていう分だけで見ても一千億ぐらい売らない,いかんと。でリートの市場っていうのは一日の売買代金どれぐらいかっていうと、うん、あの東証グロース市場が一日一千億ぐらいでしょ。あれの半分ぐらいなんですよ。よ<ー>リートっていうのは一日の市場の売買代金の平均五百億ぐらいなんです。うん、ってことは丸る二日分ぐらいの、ええ。 インパクトに相当する市場全体のね、うんはい、あのこの三つ抜けるだけでっていうのが今日のイベントだったわけですね。うん、で、あのプライム市場でいうとプライムの売買代金って今一日四兆円とかね、ね平均ぐらいですよね。うん、でいうと丸二日っつったらで、ね、八兆円売りみたいな話なんです。うん、日本株今日八兆円売りですって言ったら、はい、みんなあの震えてもうあの <laughs> が止まらんでしょみたいなことをしてて例えば今日日本株全体で1,600億から2,000億円売りですって言っても大したことないじゃないですか言ってもこれに比べればね。っていうことを先取り警戒した面っていうのはあるはずなんですよねだからリートのちゃんとすごい陰性陰性今日に向かって下がってきましたけどねもしかしたらこういうことが一番の売り材料にこの19のイベントを売り材料を見てたとしたら来週以降。 このイベント通貨というのがこの市場の価格にポジティブに働くという可能性というのはあるかもしれないので、うん、まあそういう目線で来週以降ちょっとこうリードどうなるかとかっていうのは、はい、ちょっと注目するのもね、うん、あの今後に役立つんじゃないかなっていう気がしますね、うんはい、一方で日本株に戻ると現在、ほぼ全面高の展開ですが朝かからバリュー株強かったですね朝はバリュー株がプラスでグロースマイナスとかあったんです。けど まあ、バリューーが強いけどももグロースも、ね、こんな,に立派な、ねね、だいぶ戻してというか上げてきましたねでまあ今、グロース株が好きな人からしたらね、バリューが強いです、うん、はいはい、知ってますみたいなもう,、うん、もうね、あの白旗上げてるんでね、もうこのバリューが強い、はい、もうどうでもよくなってきてるんですけどね、うんうん、あの今日なんかもやっぱり、バリュー株にまつわるその買い材料になってこう広がりを持ちそうな話題っていうのはありましたよね、富士ホールディングス、富士、はい、テレビ。 に対して投資ファンドが MB を提案するとかそれを受けて周辺の関連株も思惑で上がったりするじゃないですかそういう材料というのがバリュー株に多いと関西ペイント、今日はすごいでしょ、これ自社株で13.89%だからこういう話題がやっぱりバリュー株系というかこっち系のネタが多いんですよ。自社株は億円 時価総額5,000億円ぐらいなんで今の時価総額で見てもねやっぱ15%相当ぐらいの,あの買い枠ですよ。で1日の売買代金25億円ぐらいしかないから売買日数ベースでも30営業日とかでそんな一気に買えないんでえ今日から25年5月末まで1年間自社株買い枠の設定期間にしてるんですけど。 まあやっぱりに1年間もあると、ね、日本株全体がすごい下がるときだって起きるはずなんですけど地害が悪化して下がるときもあるはずですけどそういうところの買い手として自社株買いをするその当人がいるという株といない株とやっぱこういうの強いですよね、うん、グロース株で、ね、自社株買いとがなければ、ね、あの下がるときていうのはもう誰も買わない、ねうん、みたいなあるとそういう違いっていうのは時給面でではあるかもしれないですね、うん、自社株買いでいうとちょっと日本株に対して効果あったみたいですね。うん あの自社株買いの買い越し要因が今一番強いっていうデータが出てますよね、うんえー。先週について今週あ先週分と先々週分か、うん、昨日出たこれも現物市場で一番の買い越し金額大きいのがこう事業法人、うん、先週の事業法人、うん、自社株買いっていうことですよね。うん、でこの 5月第3週第4週この期間あたりに自社株買いを集中的にやった企業をちょっと抜き出してみようと、はい、じゃあこの買い越し言っても、うん、事業法人の買い越しで例えば外国日経平均を買い越し、はい、先物を買い越したとかっていう話だとに日本株全体とかに行くわけじゃないですか、うん、トピックスを買い越し、うんはい、これって自社株買いだから自社株買いした会社にしか関係ないじゃ話じゃないですか、うん、じゃあその当該期間に集中的に買い付けたもの、はいえー、最近その 終了発表したものを一覧に見るとこんな感じでして最近、短期集中で買いました市場,買市場で買いましとトそりとかじゃなくて市場で買い,か買いました最近の主な自社株買いもう終わりましたを出した銘柄こんな感じでしてあの決算タイミングなんかで今回発表したものをわって一気にいきましたと。月以内ねそそうそう,そうであの じゃあ当該株はじゃあ300億この間だけで買い越した日東電工は上がってたのかと。日東電工のじゃあチャート見てみますかねこれよ <laughs> <laughs> あの自社株買いがその日本株の大事大事って言うけどな何か闇があるはずなんですよそ。それが自社株買いするっていうことのものにぶつけに行く売りがあってでもそれを自社株日東電工は買ったと市場で。 買ったけど下がった自社株買いしなかったらもっと下がったかもしれないですけどそういう意味では支えたかもしれないですけどまあなかなかかぶって難しいですよねでもきれいに上がったのもあるヤマハ発動機その2番目の金額のやつヤマハ発動機これは5月の1日から22までで堅調だったと。 あよと中古型結構なんかこうあるあるっぽい動きがあって面白いやつ、はい、平和度8276平和度発表してねサプライズでボーンと上がってボーンて上がって、えー、ーそこからまあっつつ買ったんですけどあんま変わってないて <laughs> <laughs> だからこの,この株を別に買い,買いたかったわけじゃなくてそれで上がると思って買った人が。 できだけもこうだけできてるんですよ。で、表面に降りてっていうその人たちが、あの全然上がらないから売る。そのその人たちが売る分を平和堂が買うみたいな。大して変わってない。でもまあまあまあその維持された維持された。これも面白いですよ。東方銀行八三四六。これはどこを見たら？短期集中で五月十五日ぐらいから買って、めちゃくちゃ上がったんです。わかりました。まあ銀行株も上がってましたしね。五月十六日から買って、二週間ぐらいで一気に買って。 でもまあこう,こういうの見るとね自社株買い事業法人が自社株買い買い越しだから日本株はその分があるから<え>なんか絶対上がる的な話っていうのはまあちょっと前つばもんなんだけども、えーはい、ただまあその自社株買いしそうな株とかを発表前にあのスクリーニングかけて。うん でそれをこう手前で買うっていうそういう,こう行動を取る投資家がいることは日本株にプラスですよねその投資家が買ったものを実際発表されたところに売りでぶつけるとかそれが正解だった投資家が一番儲かるわけですけどそれにぶつけるものを自社株買いで吸収できるという意味でやっぱり自社株買いの需給効果というのはそういうところにも出るとかっていうのはありますよね。まあ、やっぱりあのそういう安いいい安ところで、ね、自社株買い 支えになるっていう効果なんかもあるしその時給の下支え効果としてはあの発表した会社っていうのはねまあその注目ただし短期集中でやるとやっぱりそれ自体の時給効果っていうのがすご期間で終わってしまってその先にロールオーバーしないからまああのある程度今回の「の関西ペイント」みたいに期間が長い期間が長いであとは目標中期方針に沿ってあのこういう状況まで 株価を持っていいきたいそのためにはこの程度の株主還元ではあのそこにたどり着けないとしたら、うん、またこの先に自社株買いが出そうだという期待もつなぐ必要があるし、うん、まあそういう出し方をうまくやっている企業さんがやっぱり株価、すごく堅調というかね、うんうん、なかなか高値圏でも空売りしにくい安いところでも空売りしにくい、うん、そういうまあ存在になっているところはあるのかなっていう気はしますけどね、ええ、関西ペイントね、ね今も、えー、プライムの値上がり率トップとなっています。 さて日経平均株価この時間は350円ほどの上昇上昇一幅といったところで38,400円近辺での動きとなっていますここまで岡村さんの解説でした時刻は3時を回ったところです東京市場今日の取引が終了しています今日は5月最終日でしたが日経平均株価は4日ぶりの大幅反発です大引けにかけて強含む展開となりましたでは終わりにお確認していきます はい、今日の終値をお伝えします。まずは日経平均株価の今日の終値から見ていきます。日経平均株価今日は4日ぶりの反発となりました。終値は433円77銭高い3万8千487円90銭となりました。上昇率は1.14%となっています。変わりましてトピックスこちらは3日ぶりの反発となりました。 1> 1. 高いとなりました JPX 日経歴400も3日ぶりの反発です。高いとなりました